厳島の戦いを制した毛利家は、その後も次々と周辺勢力との戦いに勝利し、中国地方の覇者となる。一方中央では、尾張の織田信長が台頭。天下に武を敷く天下布武を掲げ、上洛を果たした。信長は天下統一を果たすべく、各地に家臣を派遣。重臣の一人、羽柴秀吉に中国地方の攻略を命じる。羽柴軍の主力は黒田官兵衛、竹中半兵衛の両兵衛、迎え撃つは防臣元成と小早川高景。戦国の知性が中国地方に集結。姫路城をめぐっての謀略合戦が今開幕する。中国の将、阿賀合戦。隠居っぽいね、お互い。ありがとうございました。織田軍は羽柴秀吉率いる本隊と黒田官兵衛率いる姫路城の別動隊の二方面から毛利家に侵攻している。だからといってこちらも軍を分けて二方面作戦をやるのは愚の骨頂ですね。そうだね。だから時間差をつけて各個撃破する。まず兵の少ない官兵衛の別動隊を撃つのが妥当だろうね。当然それを予測している官兵衛は姫路城の周りに隙間なく守備隊を配し、万全の守りを固めていますね。しかし一方向だけ、城の南だけは地形的に攻められないと判断したのか守備隊がいない。だから心情としてはここから攻めたくなるけど、これは罠だ。仰々しく並べられた守備隊こそ偽装だね。民を立たせているだけで本当の兵は城の南に伏せてあり、ここに攻め込んできた私たちを一網打尽にする策ですね。偽装の守備隊である民を蹴散らして攻め込めば官兵衛の策は破れ、姫路城の別動隊は楽に壊滅できる。いえ、秀吉の本隊から攻めるべきでしょう。民を敵にして最終的な勝利者になった者はいません。なるほど、もっともだ。毛利家は高影の策に従ってこの危機を戦うとしよう。
敵は我々が姫路城を攻めると思っている。五尺城の秀吉から攻めて裏を急ぎ五尺城奇襲の準備を進めましょう。官兵らに気づかれると厄介ですから。まず海上に待機中の増援を上陸させます。早急に船着き場を確保しましょう。満州防衛に欠かせない要素だ。落とされないように注意しないとね。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。お相手いたす。確保できました。すぐに会場の味方に合図。あれは毛利軍か。急ぎ五尺城の守備に回らねば。あの将を倒せば五尺城の道を確保できません。奥の手 だ。これはどうかな。敵の増援が五尺城。入城を許せば厄介です。民を用いた偽装で見抜いた上でのことか。策を見破りながら万を攻めぬとは甘い。急ぎ予備兵力を五尺城へ回せ。これはどうかな。大門なるほど、用意周到ですね。ですがこちらも用意があります。敵の軍師、なかなかのものらしいな。このままでは五尺城の秀吉様が危うい。やむを得ぬ。敵の目をこちらに向けさせる。官兵衛殿、まさか自ら敵に突っ込むつもり？無茶だな。責任感じちゃってるのかな。ほっとくわけにもいかないし、光秀さんを誘って援護に行こっと。敵将、生き取ったよ。信長様の天下を阻む者すべて秀が切る。邪魔者は問答無用の切り捨て。それが信長のやり方なんですね。奥の手だ。綺麗事のみで乱世は収まりません。その綺麗事なしで
殿下が収まるとも思えません。あんた、申し訳ありません。民に手を出してはなりません。率いる将の身を討つのです。開門。速やかに引いてください。我らはあなた方を傷つけたくはありません。逃がしてくれんのか。 ありがてえ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。なかなかやりません。敵の力を侮ったようだ。敵将撃ち取りました。こうして戦場をかけている三角もつい高本の方を考えてしまった。将来を期待してたんだ。それがこうも早く行ってしまうなんてね。ですが三本の矢は折れてはいませんので、デルモトがしっかりと継いでくれるはずです。ここまではうまくいきましたね。開門。官兵衛も半兵衛もやられてまったか。毛利もやりおるの。このままこもっとってもどうにもならん。打って出て活路を開くんじゃ。開門。ようやく敵の総大将がお出ましだ。さあ仕上げに取り掛かろう。ここまではうまくいきましたね。この戦果、次の一手につなげなければ。いざ、参らん。うちの軍師を出し抜いたんはお前さんか。どうじゃ、わしの下で働かんか。お誘いはありがたいのですが、父元成を裏切ることはできません。あっちゃー、惜しいの。官兵衛半兵衛と馬がありそうなんじゃが。よくやったね高影。だが思ったより苦戦したかな。そうですね、敵軍師の采配見事だったと思います。
るじゃん、毛利親子。戦場に花と散りたくなくば、あまり無茶はせぬことだ。あ、もしかしてさ、花って儚いって思ってる？勘兵衛殿、花はね、一度散って。